あ、今回やりたい企画で、ヒカル YouTube やめますドッキリ。おラマさんは俺が YouTube やめるのを止めてくれるのかってことを、あとはラマさん自身も YouTube やめるのかやめないか、この2つ。まあ、YouTube の収益生まれないですか、はい、これもこの先10年分ぐらいのお金で専属でやってほしいみたいな、多分、全部消してくれるから返さないで。どうする、ラマさんほんまに誘ったら来ます、 YouTube やめます。はい、どうも。じゃあ最近ラマヒカルの様のタイトルパクってる。お願いします。久々にヒカルさんドーピングでありがたいです。本当にヒカルさんにちょっと今日お願いしたんですよ、企画を。最近ラファエルちゃんとか全く再生数いかないっていう。さすがヒカルさんがもうめちゃめちゃもうトントンクソぐらいまでいっちゃって、もう上見えないんですよ全く。だからヒカルさんからいい、ちょっとなんかネタがないからと思いまして。ああ、なるほどね、はい、まあ、今回やりたい企画がですね、はい、ヒカル YouTube やめますドッキリ。おお、そんなんいいんですか。ちょっと多くのネタを、まあ、ガチで深刻な雰囲気で本当に YouTube をやめて、はいはい、他の媒体は Netflix とかにもあるありますね、もう専属契約で行くみたいな流れにしちゃおうかなと。なるほど。で、最終的にラワさんも一緒にやりませんか、 YouTube やめてもこっち来ませんかって言って、はい、ラワさん YouTube やめさせるところまで持ってこい。さすが、それすごいっすね。だからラファエルは YouTube を裏切るのかというのを今回検証していきます。なるほど。わ、すごい、めちゃめちゃネタでかいっすよこれ。やっぱその注目したいのは、ラファさんは俺が YouTube やめるのを止めてくれるのかってこと。ああ、確かに。まず一つ、でも一番仲いいですから。まあそうですね、そうそう。と、あとはラファさん自身も YouTube をやめるのかやめないのか、この二つ。なるほど、はい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 、すごい、ダブルで、ダブルで、これ絶対いくでしょ。じゃあ協力していただいて、はい、すいません、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。どうも皆さんこんにちは。すいません、ちょっと今日は緊急で動画撮らさせていただいてるんですけど、ヒカルさんがですね、今日はお会いするって話はしてたんですけど、ヒカルさんの方の動画でももしかしたら同時公開してるんですけど、一旦こっち先見ていただいて、ヒカルさんの方言っていただければと思うんですけど、ちょっと相談したいことがあるっていう、まぁ、あ、若干内容を聞いたんですけど、ヒカルさんの方も先見てます動画でやるんで、もうこっちの動画でも言っていいよってことで、時系列的に、同時系列で上がってるんで、まぁ、あ、タイトル見ていただいた通りなんですけど、それの相談というか、まぁ、あ、発表で、ヒカルさんの方の動画でも言ってないことで、僕にも相談報告があるんで、まぁ、あ、ヒカルさんの動画で見れない、聞けない部分が聞けると思うんで、ここで発表します。まあ言ってしまうとですね、 YouTube にヒカルさんがもう動画として出るのはこれで最後っていう風なことで今相談を受けてます。でもタイトルにも多分あると思うんですけど、もう YouTube やめましたね。まあそうですね。え、あれですか、僕はちょっと事前に聞いてるんですけど、もうテレビの方に行くんですか。いや、テレビというよりなんかマネトリックスとかアマゾンプライムとかあるじゃないですか。はい、まあ、どことは言えないんですけど、そっちに買収されるじゃないけど、専属契約したいとか。そういう話ですか。俺てっきりテレビの方に行くものかもしれない。違います、もうギャラが合わないんで、テレビじゃん。で、まあ、YouTube での収益僕あるじゃないですか、はい、もうそれのこの先10年分ぐらいのお金で専属でやってほしいみたいな来たんですよ。で、まあ、やれることもそっちの方が幅広くなるし、まあ、別に俺 YouTube もうそれってもう答え言ったらあかんかったらカットしますけど、答え出てるじゃないですか。 Netflix か Amazon しかないじゃないですか。マジっすか。それもうほんまに前ちょっと言ってたあれですもんね。だから先のこと考えて、まあ、僕も関わってる従業員多いんで、僕だけの人生じゃないなってのもあるんですよね。だから、うん、多くの社員抱えてるんで、もう未来考えた時にお金はあるに越したことないなっていう判断と、やりたいこともっとやれるかなって、そっち行ったら。確かにそれめっちゃいいですね。え、じゃあそれはどこまで契約中っていうか知らないですけど、まあ、前チェスしながらネタ出てたじゃないですか、はい、その辺が専属 YouTuber を撮って、あ、ほんまにその動画の今日っすもんね、まあ、その第一歩を俺が踏み出しちゃったっていう感じ。それで行ったらもうネタめっちゃ広がるでしょ。まあ、実際あのチェスやってた時にはもうその話聞いたんですよ。あ、そうなんですか。ただ言えなかったそれ、うん、そうですね。マジっすか。だからまあ規約的にも YouTube にはもう出れない。あ、そういうことか。専属だから。まあそう、だから僕が YouTube 出ちゃったら価値が落ちちゃうじゃないですか僕の、うん、だからヒカルを見ようと思ったら別の方を見てくれっていう、そこしかないって。マジっすか。え、でもそれは第一歩っていうのがもう答えで、いやらしい聞き方ですけど、はい、次に来るんでしょ。そうです。じゃあほんまに YouTuber みたいなものが YouTuber なりにね、はい、来るってことですよね。それすごいっすね、マジで。その話ほんま時代変わりますねこれ。マジですごい額っすよ。いや、額もそうですし、はい、え、額もそうですし、条件もすごかったです。で、何でもやっていいでしょ。予算が出るんで、そもそも企画費が違います。だから YouTube で僕が、まあ、自腹切ってやってた企画費よりも出ます。だから、でかいこともできるんです、とにかく。で、しかも許可取りとかも全部やってくれるわけですよ、テレビみたいな感じで。だから、やりたかったことやれるなんて、もう存分。めっちゃいいな、それ。すごいな、まさに。それこそ俺が今、銃の免許取ってるやんか、狩りやったりとか、まあ、そういうことですね。ああ、まあ、そうです、やってますしね。車ぶっ壊したりしてもいいんでしょ。そうっす。ボウガン投げられて、受けてもいいんでしょ。あ、わかんないです、そうです。めっちゃやりたいよ。防弾チョッキ着て銃で撃たれたいですもん。撃たれたいですもん、アメリカで。まあ、そういうことが本当に可能になるってことですよ。やってますもんね、ナウで、はい、そのどこの媒体か知らないんですよ、はい、しかも。めっちゃいいっすね。始まりましたね、とうとう。まあまあ、そうっすね。で、
YouTube はすごい人気ですし、今も人気潰れることはないですけど、はい、YouTuber もやっぱりバズるっていうか人気になるプラットフォームで急に現れるの誰も予想できないじゃないですか、はい、それで言うと元々あったプラットフォームですけど、そこが僕らみたいな一般人を起用してやり出すっていうのはもうワンチャン YouTube 超えますよね。実際そういう展開が起きつつありますよね。そのための第一歩ですよね。そうです。で海外ドラマとかめっちゃ好きなんですよ。で海外ドラマも今もネットフルク専用、それとフル専用とかめっちゃ多いんですよ。ありますありますあります。でもしかしたらそっち行けばそういうの出れるんじゃないかなっていう可能性にもかけたかったんですよ。要はこれはもう出れる可能性あるんですけど、ハリウッドスターじゃないんですけど、そうですそうです、そういうことですよね、はい、海外ドラマ出たいっていう気持ちめっちゃ強いんですよ俺。確かに。あのヒーローズ増岡さん出てるじゃないですか。はいはいはい。あめっちゃかっこいいの持っちゃってるんですよあれを。確かに確かに確かに。でも結構ガッツリメインキャラで出てるんですよ。はいはいはい。マジかっこいいなと思ってて、めっちゃいいじゃないですか。そうなんですよ。もう昔からのその、まあ、一つの夢というかを叶えたいなってなって。マジだ。いつからはもう動画ではまだ言われへん。この動画では、いやもうこの動画出てる時にはもう出れなくなるんで。そうですよね。そっから多分1ヶ月以内にはこうして、まあ要は普通に YouTube でやってたことを配信するっていうことですもんね。そうっす。映画ではないですもんね。あ、そうそうそう。それめっちゃいいやん。それ絶対勝つやん。勝つっていうかもうネタが広がるから。まだ視聴数は下がるかもしれない、まあ、もしかして上がるのかもしれない、わかんないです。そこで、あの字幕も全部世界の字幕つけてもらえるっていう。そういうことですね。だから僕の役を要海外の人が見るようになるわけです。それでかいですね。めっちゃいいな。だってめちゃくちゃやっていいでしょあれ。そうそう。めっちゃラムさんめっちゃ向いてましたね。めっちゃで、なんかその僕が一回参入するじゃないですか。それが成功すれば次まあそれこそラファさんとかももし誘ってもらえないと誘ってもらえないみたいな話を聞いてたんですよ。実際それはぜひもうほんまネクストステージの時の流れと一緒やんそれ。そうです。その誘い方、はい、どうしますラファさん、ほんまに誘ったら来ます？全然行くでしょ、全然行くでしょ、全然行くでしょ。前からそれを言ってたし、はい、ここで極端な話で前さんをエアガンで撃って帰ってきて笑っても、で、いいわけでしょ。いや、ぶっちゃけいいやん。あ、極論これ YouTube で一発アウトやったら、極論今ここで無理。 LD ダメしかね。 LD 的にはダメだろ、コンプラって関係ないんで、あそこ。まあ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 、そうそう、極論言えばそれです。チェス、喋ってる最中ずーっとシュールにチェス投げ続けてもいいんでしょ、顔に。あ、そうなんですね、そうなんですねって。やってるんでしょ。おもろいか置いといて。おもろいやろ。そうっすね。まあまあね、まあ、めっちゃおもろいやん。ちょっと寂しいっちゃ寂しいですね。まあそれはありますよ、もちろん。で僕もゲーム実況を伏せて YouTube のその自社に入って、僕も前向いてやるときは基本やめてるんで、まあ、仕方ない変化なのかなみたいな。まあそうですよね。ルールが厳しくなってきて、僕らの窮屈になってきてる現状は事実としてあるじゃないですか、はい、その中でもっとルール厳しくなるかもしれない、まあ、今現状やってるもの自体がルール違反してる可能性があるっていう、もう明日がどうなるかわからん、明日中行けるかどうかわからん状態でぶっちゃけてるし、僕ら全員。あ、そうです。よっぽどクリーンなチャンネル以外、はい、で子供チャンネルですら収益がどうのこうのってしょ、成り出したとかコメントつけられへん、あんな誰も想像できないし、何も悪いことしないじゃないですか。それでやってたらもうやばいじゃないですか。怖いと思いました。あ、でも収益気にせずにやれるんですよ。そういうことですね。言ったら YouTube ってこの動画出したら1本いくらとかでやってたじゃないですか。そうですね。そういう次元じゃないんだよ。そうですよね。もうその契約でもらってて、野球選手みたいなもんですかね。あ、そうそうそう。その試合負けようか関係ないですもんね。あ、そうそうです。だからもう本当にやりたいことやれる。それめっちゃいいじゃないですか。はい。ヒカルさんでも無料で見れなくなるってことですね。まあそうです。有料でないの。有料の会員がめちゃくちゃ多いから、あれが日本の有料会員が何人おるか知らんけど、はい、そのうちの何人かが、まあヒカルさんが言ったみたいに視聴回数は確かに下がるかもしれないけど、そうです。そこのそこの媒体がどんだけ更新期間設けてるか知らんですけど、まあ流れてくるんですよね。半年1年かけてヒカルさんに、はい、だいたい入ってるでしょ。まあまあ入ってると多いと思いますけどね。それこそ YouTube の YouTube レッドやったっけ、なんか会員のやつありませんでしたっけ。はいはい、ああ、 YouTube プレミアムでしたっけ、はい、あれが500円ぐらいするんですか。そう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 、はい、それと取り合いでしょ。確かに。そうそうそう、っていうシンプルにそういう話ですもんね。はい。うわ、それはめっちゃいくでしょ。それめちゃくちゃいくでしょ、マジで。まあまあ、でかい決断っすよね、正直。でもそれでもじゃあ YouTube 卒業でも明日からヒカルさん見れないわけじゃないんで、別に、まあね、まあ、このチャンネルの動画自体残りますから、その続きが別のところに変わるだけでって感じ。ほんまに次のステージですね、ある意味ね、次の物語って。上か下か別だしね、はいはい、あ、それ面白いっすね。まあそうなりますね。テレビと YouTube 界の橋渡しするって橋渡さんも言ってますけど、はい、まあ、それ以外でもまた違うところで橋渡しっていうか、明らかに違う層がそこにいますし、ほんまに YouTuber がハリウッドデビューじゃない、映画デビューみたいなとか、結構いろんなことの第一人者になるんじゃないですか。確かに。まあそうなるんですかね。YouTuber で映画出てる人いないでしょ、海外の。まあいない、ないんじゃないですか。まあ行った時もちょい役とかじゃないですか。ですよね。2秒ぐらい新役とかですよね。はい、多分そんな感じですね。
それめっちゃいいじゃないですか。来ましたね、でも。まあ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 、そうですね。ヒカルさんの方の動画では真面目にご報告みたいなところなんですか。ああ、そうなると思います、多分。その時、枚数はいないですよ、それ。あ、いないですよ。カメラの裏側にいます。うん、その時の枚数はやっぱ聞きたかったんで。で、マイさんもそれってクビですか。いや、一緒に行きますね。まあ、一緒に行きますけどね。いや、僕は変わらずですよ、もちろん。じゃあ、マイさんクビの人は僕行ってもいいですかね、一緒に。あー、行きます何何すごい話やな。まあまあ、でかいですよね。まさか俺そんな話だと思わなかったんだ、今日。まあまあ、そう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 、もちろん。まさかそんな話来ると思ってなかったもん。やめるってなったらよっぽどの理由なんてやめないでしょ。確かに確かに。正直。でもこんなコンビやってきたわけですから。でもシンプルに10年分のお金を もらえるって言うと、もうシンプルにやめるわ。確かにな。10年続けないですよ、どう考えたって YouTube。まあまあ、ちょっと日本一はまだ取ってなかったんで、そういう点では。あれ先月日本一じゃないの、単月。ギリギリ大切は2位らしいです、日本。単月の、はい、単月に出した分の動画だけの換算ですね。そうそうそう。やっぱトータルって難しいんですか。まあ、むずいでしょうね、多分。まだもうちょいかかりますよ、はい。まあ、過去動画が再生されないとかそういうのあるじゃないですか。まだむずいでしょうね、多分まだまだ。やっぱ始めたのが、やっぱ僕ら遅かったじゃないですか。僕で過去何本あるんですか、今は。いや、少ないですね。何になったんで。何本ですよね。はい。ヒカルさんで2000本ぐらい。いや、もう1000何本とかです。だから。え、少ない。だから、そもそもの数が違うんで。俺の番組は少ないですか。そうっす。え、めっちゃ少ないんですか、それ。なんで1000本ちょっとって気しますけど、多分。2000本なかったと思います、多分。2000なかった。俺、夏、日本配信とかしてたんでね。はいはいはい。毎日配信してるんですか。1300本ですよ。あ、それ俺、バンになる前ですか。これは2000本ならば1300本ならば差がでかいじゃないですか。でかい。結過去動画の周りで言ったら700本分あるのかないかの差なんで、ね。あとは、過去動画回る系の僕と、回らん系とってあるでしょ。はいはい。それはあるんですよ。結局だから、始めたのが遅いのが結構響いてますよね。何をもってナンバーワンかっていうのと、ヒカルさんの場合は影響力っていうか。まあそうですね。ですよね。まあ、大人に対して言ったら、YouTuber で言ったら、まあトップだと思いますけど、ね、ほぼほぼ。30代40代に対してだったら、まあ、そこそこすごいんじゃないですかね。確かに確かに確かに。そういう意味でもやっぱ僕って大人向けなんで、だからそういう意味では YouTube よりは、まあ、そう有料系の方が向いてるんですよ、実際は。まあまあそうですね、確かに。で、実際もやっぱその YouTube よりも面白くなっちゃってるでしょ。Netflix、Amazon プライムとか、まあ、Hulu とかもそう。まああれはもう別格ですよ、プロなんだよ。そうですね、別格ですよ。マジでドラマとか映画見ても普通にサイトで借りれるやつよりも Netflix でしか見れないドラマの方が面白かったりするじゃないですか。ぶっちゃけそうですね。彼もめっちゃかかってるじゃんって、本当に。あれハリウッド映画と見間違えましたから。そうそうね、本当に。N ってついてて、あ、ネットフリックスさんやと思って。そう、本当そんなレベルになってきてるんで。確かに。だからまあまあ。すごいなそれ。来ましたね、ほんまに。そうですね。なんで？まあまあそうです、ヘッドです。それはまあ、そのヒカラパとか今までやったじゃないですか。それも無理ですからね。だから出演もできないってことですね。そうですね。できないです、できないです。こっち側にケブラーニオンで大丈夫ですよ、もちろん。でもまあもう、僕そっち側に行くのほぼ確なんで大丈夫です。今の話は。まあ、そうそう、誘い役が来たら話して。来るよ。出しますよ、お金は2000万ぐらいは。いきます、すぐに。2000万ですよ。何の金ですか、それは。いざ10年分で。何回だってやりがいっすよ、全部だから。お金とかじゃなくてやりがいでしょ。給料いらないんで、ヒカルさんそばに入れさせてください。じゃあ、アホなやつ、自分の正直なやつ。そんな、給料いらって逆に来いが。一番来いよ、そういうやつ。そうじゃなくて。すごいなぁ。いや、知らんかった。いや、まあ、そういうことでね、翔さん。今ね、ヒカルさんが、本当にそれで、まあもう、これね、今回やめられるということで、これ多分、ネットニュース相当湧くと思いますよ。どこの媒体かは知らないですけど、そこがそういうことするっていうネット流出の凄さと、まあ、YouTube が今後どうなるんだっていう流出するのがすごく流れる。この芸人さんが YouTube に流れてるんで、 YouTube は次その先行っちゃうっていうその流れですよね。でもうここに芸人さんが来ずにそのままそっち行っちゃうって流れ今後できるはずですし、まあ、僕も全然続いていきたいんで、来てるんやったらそれはね。あ、でもラホさん多分言ったらいけますよ、同じような感じで。え、その言ってたのが、もうヒカルさんの身近なところで同じようにやれる人いるんだったら言ってきてくださいみたいな。俺が言ったのは、多分そんな思い切っていける人なかなかいないと思いますって言ったのかもしれないですね。ラホさんマジ YouTube やめます。え、それやったら全然やめますよ、それだって同じような条件やったら。ああ、でも多分10年間ぐらい出してると思いますよ、多分。何年やらないとダメなんですよね、それで。あ、でも最低限それは2、3年はやらないとダメですよ、ロックアップどのぐらいあるかですかね。僕は3年ですよ。まあ、その方が僕辞める気なかったんで。3
3年長いな。あ、でもそれだったら一発の単価を落として1年とかもできますよ。その方がいいですね。僕1年ではないですね。でそれだったら3年分ぐらいだと思います。向こう3年分ぐらいの YouTube の収益ぐらいの、更新すればいいだけの話。あ、そうそうそう、まあ僕ちょっと会社いろいろやってるんで、はい、ほんまに前線から退く準備今やってるんです、裏側で。なるほどなるほど、うん、消える準備してるんで僕、うん、やります、電話しましょうね。え、それでもやっちゃうんですか。この動画終わったから電話しましょう、マジで。多分一発 OK ですよ、多分普通に。一緒にじゃあもうデビューしますよ、それだったらもう。それありっすね。それかもうチャンネル一緒にするってあるんですけど、まあ完全に、まあ別々でやるのもありやし、まあ、別の方が最初はね、コラボの良さがなくなってくるんで。確かに、それマジっすか。あとなんかその、まあ、これワンチャンカットしてほしいんですけど、その僕がいろいろ条件出された中で光の限定感欲しいっていうのは向こうの要望の一つなんですよ、うん、でその中で僕の過去出した動画あるじゃないですか、うん、僕全部消さないんですけど、うん、全部消してくれるならバイダスとか光が見れなくなったら YouTube 上でもう絶対来るじゃないですか。その過去動画とかもそっちに流してくれるんだったら、全部バックアップ取ってるじゃないですか。全部流してくれるんだったら倍出すよ。でそれでじゃあ僕1年6アップで3年分出してもらえて、さらに消すことによって倍の6年分出るんやったら、はい、全然消すのあるよな。もうありっすね、全然。チャンネルごと消すのもめんどくさいからあなた。チャンネルごと消すのもめんどくさいからあなた。消しますか、もう。あ、でもチャンネルごと消さないとダメです、それは。やるなら。ですよね。消しますじゃあ。全然楽勝ですよ、いらないですよ、チャンネル。あ、じゃあ、まあ、裏側で僕がやってるチャンネル何個かいっぱいあるんですよ、実は。あ、でもラフさん出てなかったら大丈夫です。ああ、別にラフさんがコンサルする分で多分大丈夫です。名前とか出さなかったら大丈夫です、顔とか。 YouTube 裏に関わってるのはいいんですか、僕は。まあ大丈夫ですよ、それ分かんないじゃないですか、結局。まあ、はい、あ、本人やりますか、じゃあ。消すんですか、じゃあ。俺は消さないです、まあ俺正直やっぱ視聴者の人とか過去の人いるんで。ああ、さすがにやっぱりその、でも再生数4000万いってるやつとかもあるんで、やっぱまあ一回なんかバンになってれば消しやすいですよ、気持ち的にも。消されてますし。まあそうですね。全然いいっす。それだから全部もう移行してもらうって感じですね。全然そう、消してもらう。 OK です、わかりました。じゃあ全然いいっすよ。あ、じゃあでも全然、じゃあ普通に電話してやりますよ。はい、はい、全然それやばない。え、明日からもう街中通行にボーボーしよう。え、いいっしょ、チャンネルで何やってるかしていいっしょ。いいっすよ、だおじいちゃんの杖とか取り上げよう。取り上げ、はーはーって走りに行きよう。取り上げて、杖とか。別にいいでしょ。じゃあ、LINE してやっときますけど。うわー、すごい、これ、でかい。いやー、それ、すごい。いい感じ、いい感じ。なんか、ここは友情やね。いや、ぶっちゃけ、ラオさん、動画消したら結構な視聴者裏切るもんだけど、大丈夫ですか。確かに裏切るってならないですよ、別に全然。結構それはもうでかいと思いますよ。嫌じゃないですか、視聴者的に。まあ、結構ファン的にはでかいと思いますよ。いやだって無料でも入れてたコンテンツがもう全部入れられるわけですから。ああ、別にこいつら何のあれないんで、僕。はい、何の感情もないんで。何の思いにもないんで、この人たちに。何の思いにもないんで、本当に。全然。OK っす、動画。完璧でーす。全然いいです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、 OK じゃあそれで話進めてください。 OK っす。 OK そうです。この動画終わりで。終わりですね。終わりで。終わりです。じゃあそれで話進めてもらっていいですか。えっ、えっ、なんだ。え、それで話進めてくる。OK、 OK、 OK。ありがとうございました。ドライヤーレッサーで削除で。オッケーっす。オッケー、いいじゃん。え、ちょっとね、え、契約なんですよね。え、契約なんですよね、ネットフリックスから知らんけど。そんなことないっすよ、その話。え、キモい。キモいって。何がっすよ、久しぶりに会うたびにキモいって、毎回やってること。何か言ってなかったけど、ネットフリックスいりました。え、どっかあるんすか。例えばネットフリックスとかってだけでしょ。はい。前さん作った個人サイトっすよ。しばらくぞ、お前しばらくぞ。俺視聴者に散々言ってもらったやつ。視聴者にはっきりと言ってたよ。今まで見てくれた視聴者に。やめてください。なんでどっちなん、どっち、何、ひかるさん、やめんの。何、やめないっすよ。やめるわけないっすよ。いや、それにやめるとしてもなんでこのチャンネルで話さないの。違うじゃん。珍しくこれ最初オープニングの挨拶もなくてやっとったのに。キモいって、それ何なんすか。わけわかんときやめてって。キモいって。誰言って。いやでも、ラーさん削除っす。しないですよ。いや、それしないダメでしょ、そら。なんでやねん。言った以上言いました。ほな、お前それ金払えるんかい。それログランド払えるんかい。
早く削除したろ。やる間違い削除したから。お前削除する準備しろ。いやね、翔さんすいませんね、さっき。みんな大好き。みんな大好きです。ラザ、そのパンがダサいですよ。前の方が考えたけど、自分のロゴ入れちゃって、なんて読むんだこれ。これなんて読むか分からない。何これ、スーパーマン。スペリオルワンです。スペリオルワン。これ帰りの中なんて、あれかっこいいと思うんですけど、横とかかっこいいじゃないですか、横の英語の入ってるところとか。あー、それはちょっと悪くないですね。あの、左の、ユーロの左の手のところの、あとと、あと背中のシャツ。背中ダサいですね。あ、いや、背中のここっすね。ハブがついてました。あの、動画に見せたことドアに映らないですよ。背中ダサい？まあ、ロゴっすね、ロゴ。モデルちゃん、ダサいな。ロゴっす。インさん、来てないでしょ、だって。インさん、着る嫌でしょ、だって。インさんが来たくないってことは、ダサいです。今発注してます。ストレートが発注してます。散々今話聞いて、うんうんって話しましたけど、発注してます。インさんもデビュー？スペリオルは。今、こいつ散々他人ごとみたいな会話してましたけど、これの黒発注してます。なるほど。そうか、まあ、難しいな。まあ、それ人気なんですね、それ。ああ、そう。FR2 のコラボ。かわいいっすね。かわいいですね。このウサギが FR2 なんです。背中は何なんですか、背中は。背中は違うんですよ。全然別なんです。ビザードの文字っすね。FR2 のコラボ。このウサギがなんか、ファッキングラビッツっていうんですか。それで言うと背中ない方がいいですよね。確かに、まあまあそうですね。結構シンプルやつ、なんか、前さんが着てるやつは結構、背中です。背中、これっす。あー、かわいい。かわいいですね。これ女性ですごいですね。女受け持ち。ワンポイント。女受けいいのは、前さんが着たのか。それめちゃくちゃブスなやつが美容整形外科に行くと一緒。逆に見えやすい。それ振り幅すごかったんやけど。いいですね。あー、そんなにいいな、それ。そうですね、これは一番人気やつ。めっちゃ言われました、いろんな人が。ブランドうまくいってる、アパレルうまくいってるみたいな。いろんな人言われますね。思った以上になんか名前が売れていってる。ね、これ結局ドッキリなんですか。いや、嘘でした。嘘とドッキリ規制してくれんかな。ほんまに嘘とドッキリ規制してほしいよ、これから。トークのみ。ああ、でも規制したら何もできなくなる。うわ、久しぶりに前さんに落とされた。久しぶりに前さんに落とされた。悔しいね。悔しい、前さんに持っていかれた最後のオチ。だからなんだ、時計買ってないでしょ。これ、前買ってたやつ。すごいっすね。やば。これやばいっす。え、どれがするんですか。これ何千万なんですか。あ、これしかもベルト今作ってるんだよ。このダイヤでベルト今。ちょっと一回付け足しがたい。どうなるの。重いっすかこれ。もう何千万のとこ。すげえ。こんな感じのベルト、ここ。これ金なんですか、ここ。それプラチナじゃないですか。ホワイトゴールドの。あ、でも結構軽いっすね、思った以上。ベルト外せるんで、ガツこれ。ベルト入れるんですよ。おー、すげえ。え、めっちゃ似合う。これ似合うっすね。え、なんかぴったしだけど。ラファさんつけたらぶっちゃけ似合いますよ。え、ちょっと待って、なんで。え、もしかしてそういうこと。これ、えいいさん。えそういうこと、マジで。え、待って。え、マジで、そういうこと。マジで、え、やば。え、ラファさん、やめた。え、ビビって、うわ。今のうちだけやぞ、若いうちだけやぞ。じゃあ若いからやればこれで。